美人食という言葉は美しい心の食事というふうに書きます。登録主婦を取った言葉なんですけれども、やっぱりその人の美しさとか美しい心、そういったものは美しい食べ物を食べないとできないという思いから生まれた言葉になります。ですので私の作る美人食を食べて皆さんに綺麗になっていただきたいなと思っております。ローリビングフードっていうものがありまして、ローフード、生のねお食事になりますけれど、今巷で流行っているものがあのスムージー、それもあのローフードになります。そういったものと、そして発酵食品、これは古来日本にあるものなんですけれども、そちらを合わせてローリビングフード、それにアロマ、それもメディカルアロマを合わせたものを取っていただくことによって体調を改善していただこうと思っております。それを美人食と呼んでおります。あの今美人食はトムコさんが始められたものなんですよね。そうですね。でもその美人食に興味を持った人はどういうふうに動いたらたどり着きますか？まず、朝スムージーを飲むことから始めていただければと思います。巷にもたくさんスムージー本が出ておりますけれども、あの Amazon Kindle の方で私の著書初めての美人食スムージーという本がありますので、それに7つのレシピが出てるんですね。7つ出てることによって1週間を通していろんなメニューを飲んでいただくことができます。それをまずは3週間続けていただきたいと思います。そうすることによって体調がね改善してくるのを実感していただけると思います。